火事があった現場では白い煙が立ち上がっています。今日午後5時ごろ、札幌市西区ハッサム17条3丁目で、近くに住む人から2階のドアから火と煙が見えると消防に通報がありました。火はおよそ1時間半ほどで消し止められましたが、2階建てアパートの40平方メートルを焼きました。この火事によるけが人はいませんでした。